マモノボの紋章、マモノボは、ロシアのカリーニングラード州南西部にある都市。ポーランドとの国境に近く、歴史的には、東プロイセンに属し、1945年までは、ハイリゲンバイルの名で知られた。人口は、2002年全ロシア国勢調査によれば7393人。マモノボは、カリーニングラード州の南西端の、ポーランド国境付近に位置し、 ビトシカ川が流れバルト海のビストラ型へ注いでいる。国境の反対側には、ポーランドのバルミア・マズュー類県のブラニエボがある。マモノボは、国境地帯にあるため軍事特別行政地区に属している。カリーニングラード州の州都カリーニングラードから、ポーランドのエルブロンクへ至る道路は、マモノボを通る。マモノボから国境までは4キロメートルで、 カリーニングラードまでは4 8トルである。同時に、鉄道も通っている。旧ハイリゲンバイルの紋章この地には1272年まで、古、プルーセン人の集落、スーエントメストがあったが、1272年に、ドイツ騎士団が征服した。1301年には、ハイリゲンシュタットの集落が築かれた。1344年には、 ハイリゲンビルと改名され1349年には、教会が建てられた。ドイツ騎士団総長ビンリーヒフォンクニュップローでは1370年の、ロダウの戦いの後にこの地に、聖アウグスチの修道会の修道院を開いた。ハイリゲンバイルの名は、異教徒が崇拝する聖なる多くを、道会の修道像が切り倒すのに使う聖なる斧に、ちなむ。 17世紀のハイリゲンバイル魔物母駅にあるソ連法英雄ニコライ魔物府を記念する名番近くにはビストラ型の水運を支配するためにドイツ騎士団が築いたバルガ城もあった当初はワルミア市教領であったハイリゲンバイルは後にワルミアからナタンギアに所属替えをされた1525年にはプロシア工領の一部となり1701年には プロイセン王国の一部になった。1939年には、ハイリゲンバイルは1万2000人ほどの人口を数えた。第二次世界大戦の独ソ戦末期には、ハイリゲンバイルは、東プロイセン構成の激戦地となった。1944年冬から1945年1月に、かけて、東プロイセン各地からの避難民がハイリゲンバイルから、コールビストゥラ型を渡って、 ピラウへ向かった。1945年1月、ハイリゲンバイルは赤軍に包囲され両軍の戦闘が始まった。ドイツ軍は町に残った民間人を包囲前に脱出させることに失敗しており、結果として市民多数も犠牲になった。ハイリゲンバイルポケットに残ったドイツ国防軍第4軍は3月29日に、 最終的に降伏し、近郊のバルガ城もハイリゲンバイルの街並みも完全に破壊された。ハイリゲンバイル軍には戦前5万3000人がいたが、その20%は死亡し、その他の人々も収容所での飢餓や病気、強姦流刑などの被害にあった。第二次世界大戦が終わると、東プロイセンの北部はソビエト連邦に編入された。ハイリゲンバイル軍は、 ソ連とポーランドに2分され、ソ連領に入ったハイリゲンバイルは、マモノボと改名された。マモノボという現在の地名は、赤軍司令官、ニコライ・バシリエビチ・マモノフの名に由来する。マモノフは1944年10月26日に、ポーランド中部のブートゥスクで戦死し、死後ソ連ポー英雄となった。ドイツ人追放は1948年には終わり、 イゴソ連各地からの新住民が住むようになった。周囲の村などは戦争で破壊されたまま国境地帯の戦略的役割のため再建されず消滅したものも多いが、マモノボは再建された。ただし現在の市街地は旧市街の北西に新たに築かれたもので、旧市街の多くはさ地になっており、古い建物や道路の跡を見ることができる。旧市街の南には、 ハイリーゲンバイルの戦いで戦死した兵士らを埋葬するドイツ軍戦没者墓地があり、2002年に修復されている。ありがとうございます。